牧野村は、かつて、富山県伊水郡にあった村である。牧野村が、新港町へ、さらに、高岡市に合併された背景には、不死機構の一元的な運営を目指した国策による、強制合併という面がある。戦後に、戦時中に強制合併された、市町村を元に戻した際に牧野村が復活したが、牧野村は、発展が望めるとして、すぐ、 高岡市へ再編入している。旧、牧野村は、現在は、高岡市の牧野地区になっている。牧野地区は、伊水市に食い込むような形になっており、高岡市の他の地域とは、小川で隔てられ、直接の道路が存在しないため、一旦、伊水市を経由する必要があった。ただし2014年3月30日、牧野地区と農場地区、 さらに国道160号を結ぶ小川橋梁、牧野大橋が完成している。牧野地区は、伊水市新港地域とは密接で深いつながりがあり、他の高岡市の各地域とは一線を画した独自のコミュニティを形成している。管轄警察署も、先代の新港警察署時代から通して、伊水警察署であるほか、ケーブルテレビも、 高岡ケーブルネットワークではなく水、イミケーブルネットワークのエリアになり、さらに仮想でも高岡斎場ではなく、イミ市斎場で行い、イミ市、コミュニティバスの運行エリアにも組み込まれているなど、ほとんど、イミ市の一地域と言っても過言ではないほどである。ありがとうございます。